お家で休泊。土笛は粘土で作られた卵型の楽器です。縄文時代から弥生時代前期まで作られていたと言われています。福岡や山口、島根などの日本海側でしか見つかっていません。今回はこの土笛を作ってみましょう。用意するものはこちら。まずはオーブン粘土。これはオーブンで焼くと固まります。乾燥して固まる粘土ならオーブン粘土じゃなくても OK です。そして水、爪楊枝2本、使い捨てスプーン、糸を切るためのハサミです。汚れてもいい格好で作ってね。それでは土笛作りスタート。粘土の量はお好みで、丸めた時に大きすぎず小さすぎないサイズになるくらいの量がいいと思います。丸めてみてから調整するといいですよ。空気が入らないように卵型にしていきましょう。この粘土の色ハンバーグみたい。ひたすらこねこねします。表面にひびやシワが残らないようにしてくださいね。このくらいツルツルになったら OK です。さて、粘土がまとまったら糸を用意します。適当な長さに切って糸の真ん中に粘土の真ん中が来るように置きます。そのまま粘土の上で糸をクロスさせてまっすぐ横に引っ張ると粘土が真っ二つになりました。綺麗な断面ですね。ここで爪楊枝の出番です。断面に端から1センチくらいのところに丸を描きます。2つとも描きました。なんだか美味しそうに見えるのは私だけでしょうか。これから断面に描いた丸の内側の粘土を掘り出します。スプーンに水をつけてガシガシすくいます。すくった後はこんな感じになります。明らかに線より外側まですくってますが、できればこのくらいがいいです。もう片方も同じようにすくいます。2個目の方が綺麗にできました。これからこの2つをくっつけます。しっかりとくっつくように縁に細工します。縁に爪楊枝2本で細かく線を刻みます。まずは同じ方向に細かくしましょう。次は向きを変えてさっきの線とバッテンになるように細かく線を刻みます。2つとも同じようにします。ギザギザの面に指で水を塗ります。表面に水をのせるような感じでギザギザがなくならないようにしてください。潤いました。潤ったギザギザをもう一度爪楊枝でギザギザにします。こんな風にギザギザのカスみたいな粘土が爪楊枝に張り付いてくるようになります。その時はギザギザの上に乗せてください。これが糊の代わりになります。2つとも同じようにします。これでくっつける準備が整いました。それではくっつけます。断面同士を向かい合わせにしてぐっと押さえてくっつけます。形が変わりやすいので力加減には注意です。親指で境目をなでて一つにしていきます。境目の線が見えなくなるまでなでなでしましょう。おっと、こんなところに隙間ができてしまいました。埋めます。余った粘土を1ミリから2ミリくらいの細い紐状にします。隙間が気になるところに乗せて指でなでてなじませます。綺麗なハンバーグじゃなくて卵型になりました。音を鳴らすための穴を開けていきます。爪楊枝1本を使います。片面に4つ、もう片面に2つ開けます。これで音階を奏でることができます。次は息を吹き込む穴を開けます。てっぺんに爪楊枝を刺して穴を少しずつ大きくします。爪楊枝で粘土をかき出すような感じです。人差し指が入るくらいの大きさだと吹き口をきれいに整えられます。吹き口はできるだけ薄くしてください。これはだいぶ分厚くなってしまいました。これで形は出来上がりました。あとは焼くだけ。この粘土は焼く前に1週間乾かします。乾いた笛をオーブンで焼きます。焼き方は使った粘土に書いてある方法で試してみてくださいね。焼き上がれば完成です。いろんな形にしても楽しいですよ。私が作った笛はこちらです。コロンとしてて愛着が湧いてきました。それでは実際に吹いてみましょう。どんな音でしょうか。
なりました。